近く14年前、鎌倉時代よりこの鶴見の地に受け継がれてきたもので、農民が年の初めにこの1年の豊作を祈願し、神保ギターと呼ばれる歌唱に乗せて、くわ入れ、縄代作り、種まき、鳥追い、稲刈りと稲作の一連の所作を行って、五穀豊穣をあらかじめ祝うという吉木行事でございます。鶴見神社は古くは杉山大行事と呼ばれており、これを杉山祭として金釣り祭事を行ってまいりました。準備のほどはよろしいでしょうか。よろしいですか。はい、でそれでは演者の登場です。失礼いたしました。いろいろあるんですね。演者が担いでるあれクワって言うんですけども、クワの先はですね、野田さんのところお餅でできてます。クワはお餅でできてます。いや、いいですよ。あとでみんなで作るんです。じゃあこの上からでは見えますよ。よろしいでしょうか。あとはね、この上いい、そこが一番いい。もうちょっと何をやってる。本気で見るんだろうね。その場所が一番いいよね。あとはそこ行けばすごいよ、あんだけ子供が行っちゃったら見えない。はい、準備ができたそうです。それでは演者の登場です。神保木唄の次第を始めます。演者一同は太鼓の合図で神保木唄と呼ばれる歌唱に乗せて、舞台中央の谷に立てた安斎を回り、玉釣りの始めとなります。
で、三河の国、広田とて騒動は、帝王の御田とて酒落ち騒動。天神七代、知人五代、十二代をは神の御とて酒落ち騒動。正月ひとしの日は、出雲の大社のご神殿に、くわいれとて、ち、はじめ、すぐにて、そうろう。私の死は、伊勢、伊勝大臣のご神殿に、くわいれとて、ち、はじめ、すぐにて、そうろう。一家の死は、関東主を、伊島大王神のご神殿に、くわいれとて、すぐにて騒動。それより初め奉仕すぐに神々のご神殿に加えれとて一初めすぐにて騒動。誘うところに年こそ騒動、日こそ騒動、本年本日よしの見て騒動を踊る。加納杉山明神のご神殿に加え入れとてはじめすぐにて騒動。これより、くわ入れを行います。くわ入れは、正月の豊作始めの儀式で、稲戸とが東西南北の恵方に向けて、調布調べを行い、一同は安西に向かって御くわ打ち、めでたく杉山大明神のくわ入れとなります。縄城の田打ちを始めます。これは春の初めに耕作をしやすくするために荒れた田を打ち返すもので、一度桑を数に野菜を回りながら林言葉に合わせて春田を歌います。何度も耳の発祥に揃えて
縄代の代掛けを行います。牛役は牛の面をつり四つん這いになり、いなんとずれが隙を持って牛の後ろについて合祭を回り代掛けとなります。Thank you.
草敷を始めます。草敷は草を田に敷いて肥料とするもので、草を黄金白金になぞらえ、世の中の良し草として田に敷きます。南道でもこの梨を持ってさっと並いて草運ばせたまえ。種まきを始めます。種米の愛称徳満国、福満国を林言葉に合わせながら縄代に地で取ります。南道でも濁りたる水をさっと溶いて、染みたる水を銀歯とかけて種飛ばせる。何？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